はい、皆さん、こんにちは。ルズチャンネルです。それでは今日も物理の動画いきたいと思います。前回から、少し時間が空いてしまったんですけども、続きやります。今日は、原子核の構成、発見、歴史と、あとは核力のイントロについて話したいと思います。まず、原子の構造なんですけども、これは、例えば化学の授業など、いろんなところで聞いてると思うんですけども、改めて話すと、まず原子っていうのはこのように表記されますね。で、この大文字の X、これは元素記号が入ります。例えば水素だったら H、ヘリウムだったら He が入りますね。そして、この左下のここ Z、ここに数字が入るんですけども、この Z は、原子番号ですね。つまり、陽子の数ですね。そして、この左上の A、ここには質量数が入ります。そして、今度原子核なんですけども、原子の、模式図なんですけども、真ん中にプラスの電荷を持つ、ね、ものがあって、その周りを、電子が回っていると。そして、電子が回る軌道は、今度に K 殻、L 殻と続いていくと。これが原子の構造ですね。で、この真ん中のプラスの塊、これが、実は原子核になります。で、この原子核を細かく見ていくと、このプラスの電荷を持つ陽子と、電荷を持たない中性の中性子により構成されます。で、そして、大きさ、原子核の大きさですね。で、この辺の、オーダーは、覚えておくと、いろいろ便利だと思いますので、この際、覚えちゃってください。そう、原子核のサイズは、だいたいその、オーダーで言うと10のマイナス14乗メートルになります。もちろん、これは、当たり前なんですけども、質量数に依存します。当然、質量数が小さければ小さいほど、この陽子や中性子の数が少ないので、当然原子核の大きさも小さくなっていくんですけども、オーダーで書くと大体10のマイナス14乗だと。そして、この半径。これは、より、細かい式、近似式なんですけども、書いてやると、原子核の半径っていうのは、このような式で表してやることができます。そして、今度はさらにもう一個細かく見ると、陽子、もしくは中性子ですね。これの大きさのオーダー。これはですね、大体 1×10 のマイナス15乗メートルになります。そして核子。核子というのは陽子と中性子のことですが、この核子間の距離。これに関しては、例えばここですね。ここは、大体2×10 のマイナス15乗メートルになります。この辺のオーダーは、先ほども言ったように覚えておくと、便利です。はい。そして、これまでね、例えば化学だとか、はい、そういったもので、他の授業で原子の種類っていうのは、反応の前後で変わらないよって、習ったと思います。なんですけども、はい、実際は変わります。例えばこれ、放射性崩壊などで変わります。で、具体的な例を挙げると、例えばストロンチウム90。この90っていうのは、質量数ですね。質量数を表します。で、このストロンチウム90っていうのは、実はこれ、放射性、同位体になるので、ベータ崩壊というのを起こします。で、これを式で書いていくと、はい、このように、ストロンチウム90がこのようにイットリウム90に変わります。で、ここですね、この間に何が起きてるんだという話ですね。この間で起きているの何かっていうのを見ていくと、はい、ここで起きていること、これは何かというと、このストロンチウム90の中のこの中性子ですね、中性子1個。これが、陽子と、電子、そして反電子ニュートリノに
変わっています。そして、この電子線が放出されます。で、この崩壊のことを、ベータ崩壊と言います。はい。そして、この飛び出す電子、こいつですね。これが、ベータ線です。なので、ベータ線の正体は電子になります。で、この、ベータ線だとか、このベータ崩壊、あとこの半電子にということですね。これに関しては、後ほどの、動画で、細かく見たいと思います。なんですけども、この間で起きていることは、これです。ベータ崩壊です。で、このように、陽子の、数、もしくは中性子の数っていうのは変わります。で、陽子の数が変わるということは、当然原子が変わるということですね。で、変わるんですけども、質量数は、同じだと。で、また、反応の前後で、電荷を保存されます。で、この N というのは中性子。で、この P というのは陽子。なので、陽子はプラス1の電荷を持っていると。で、電子はマイナス1の電荷を持っている。で、半電子ニュートリノは電荷を持たないものなので、反応の前後で、電荷は変わらないと。はい。それでは次にですね、原子核の、発見と、その歴史について、話していきたいと思います。昔ですね、はい、今の我々は、もう原子が、さっき言ったように、原子核と電子、そして原子核は陽子と中性子からできているということは、知ってるんですけども、昔は、原子が最小単位と考えられてきたんですけども、様々な実験、結果によって、原子は内部構造を持つことが分かっていると。なので、つまり、原子というのは最小単位ではないということになります。で、この歴史をね、見ていくと、まず、1895年、今からこれ100年以上前ですね、に、X 線が発見されます。これ、発見した人の名前からレントゲン。病院とかでね、よく撮るやつですね。あれ、レントゲン写真とかありますよね。これから来てます。はい。で、レントゲンが X 線を発見したと。はい。そして翌年の1896年。この時、ベクレルによって、ウラン元素から放射線が検出されました。で、さらに、次の年。1897年、ここで初めて電子が発見されます。これがトムソンによる発見です。で、ちょっとこれ余談なんですけども、このトムソンは、この電子を、粒子として、捉えたわけですね。で、これによって、トムソンは、ノーベル賞を受賞したんですけども、実はこのトムソンには、息子がいて、で、この息子も実はノーベル賞を取ってます。で、取った理由は、実はこの同じく電子の研究で、この電子が波の性質を持つ、つまり二重性ですよね。前回やった。はい、親子によって、つまり親子によって、電子を研究されて、それで親子によって電子の、粒子性と、この波の波動の性質を持つことが、発見されました。ちょっと余談だったんですけれども、ちょっと本編に戻ると、こういったことがね、起こるわけで、そうなると、実はこの、ね、原子っていうのは内部構造を持つんじゃないのと。最小の単位と考えられてきたけど、実は内部構造を持つんじゃないのということが、分かってきたわけですね。そして、決定づけたのが、1906年のラザフォードによる実験です。はい。それでそのラザフォードによる実験というのはどういうことかというと、このアルファ線。アルファ線というのは、陽子2個と中性子2個からできた、放射線です。それを、薄い金箔に当てて、で、それが大角度で散乱されることを発見したと。そんな実験です。模式図を書くと、こんな感じですね。はい、こんな感じでアルファ線をこのように飛ばして、この薄い、ね、金箔に当てると。で、ほとんどは、まっすぐに飛んでいくんですけども、稀に、このように大角度で、
散乱されます。で、当時は、まだ原子のね、内部構造を持つということは、気づいてきたんですけども、まあ、具体的にどういう内部構造になっているかっていうのはまだ分かってませんでした。で、いろんな模型があったんですけども、そのうち代表的なものを2つ取ると、このトムソン模型。まあ、よくブドウパン型とかよく呼ばれるんですけども、まずこれは全体に一様に正の、ね、に正に電荷していると。その中を電子がこうやってまばらに飛んでると。っていうのがトムソン模型と。一方でラザフォード模型っていうのは、この真ん中にプラスの電荷を持つものがあって、その周りを電子が回るという模型だったんですけども、例えば、このブドウパン型のね、このトムソン模型、これが正しいとすると、アルファ線が入ってきたとき、こんな感じになりますよね。はい。こんな感じで、散乱はするんですけども、大角度に、ね、こんな感じで、小さな散乱は起きるはずですけども、大散乱みたいなことは起きないはずですよね。大散乱を起こそうと思ったら、このようなでっかい塊があって、そこにアルファ線が当たるみたいな。ね、このような、模型じゃないと、大角度での散乱は起きません。なので、このブドウパン型の模型は正しくないだろうと。で、この模型が正しいだろうと。いうことで、原子の構造がだんだんと分かってきました。はい。そして、その後なんですけども、ちょっとここ訂正で、すいません。ちょっとアルファが抜けてますね。ここね、ごめんなさい。はい。これ訂正です。はい。で、その後、このラザフォードらは、アルファ線を、他の原子にも当てて実験してました。で、その結果、陽子が放出されることが、分かりました。で、これで、つまりその原子核は陽子からできていると。で、さらに、しばらくして、1932年に、チャドウィックによって、中性子が発見されました。で、その後は、このハイゼンベルクが、原子核というのは、陽子と中性子からできているんじゃないかというモデルを、提唱しました。これが、歴史ですね。はい。ところでなんですけども、この原子核っていうのは今話したように、核子、つまり陽子と中性子からできているというのは、分かりましたと。ね。で、もしね、最小単位っていうのが陽子と中性子と電子だったらですね、これらが最小単位だったらとてもシンプルなんですよね。だってプラスのものと、中性のものと電子、3つで世の中のもの全てが作られてて、それで説明できるということだったら、とてもシンプルなんですよ。で、分かりやすいしね、とてもいいじゃないかって思うかもしれないんですけども、はい、ここで一つ疑問が出てきました。この核子同士、つまり陽子や中性子を結びつける力って何なんだろうと。皆さん思ったことないですか？原子核っていうのは陽子と中性子が、からできてるっていうのは分かったんですけども、どうやってひっついてるんだろうって思ったことないですか？ね、例えば陽子同士だと、電気的に反発するじゃないですか。で、中性子だと、電気力っていうのは働かないですよね。反発はしないけど、ひっつきもしないですよね。じゃあ、ひっつく力って何なんだろうと。例えば、この万有引力っていうのは、二つの物体の間に働く引力ですよね。で、これを考えてみると、実は電気力の、約、10の36乗分の1程度になるので、全然足りないと。電気力を打ち消して、ひっつくような力ではないんですよね。はい。で、それを、解決するのが、核力と呼ばれるものです。ということはですね、まだ内部構造がありそうですよね。ね、この話を聞くとね。はい。実はあります。はい。はい。で、核力のこの詳細に関しては、次回の動画で、話したいと思うんですけども、ざっくり言っとくと、この核力というのは、核子を結びつける力で、条件としては、電気的な反発力よりも、はるかに強い引力を持つことが必要ですよね。で、もう一つの条件としては、
大体そのさっき言ったように、各士間の距離っていうのは 2×10 のマイナス15乗メートルですね。で、このような極めて短い距離で働く力だと。で、つまりどういうことかというと、2×10 のマイナス15乗メートル以上では、まあ、クーロン力、つまり電磁気力ですね、が強くて、それ以下だとクーロン力も強いと。そういった角力を考えましょうと。まあ、なぜなら、だって、もしどこまでもね、ここで、ね、角力が働いてしまったら、電気的な反発って起きないですよね。ね、もし、ね、角力が、このようなね、短い距離の力じゃなかったら、どれだけね、電気が離れてても、くっついちゃいますよね。それだとちょっとおかしいですよね。なので、この角力というのは極めて短い距離でのみ働く力になります。はい。それではですね、今日はこの辺に、したいと思います。で、次回はもう少しこの角力について、細かく話していきたいと思います。それでは今日はここで終わりにします。それでは。